マスカラマシさ、正直さ、夜中さ、最推しだと言っても過言ではない。生意気な膝出してる少年が好みと。メモメモ、その通りだよ。頼みます。来た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 って、これ、いいんですか？いいのかな？いいのかな？びっくりさせるな、ゴロ。ありがとう。お腹が可愛いね、出ててね。ゴロさ、なんか胸元のさ、そのベルトのとこ止めるとこ肉球で可愛いよね。可愛いと思います。継ぎ目なし。太ももが出てんのがスケベだなと思います。すごいじらしてくる。すごいじらしてくる。今何個目？わからなくなっちゃった。数えてたらわからなくなっちゃった。なんだよ。すっごいじらすじゃん。1、2、7、7、2、2。よし、いや、7！ ちっちゃいエスカラバシきた。面白いゲーム。みたいなのが体にまとわりついている。素敵ですね。兄貴は持ってます。なんか知らないけど。うわー、いる。うわー、いる。僕じゃなきゃダメ。いいだろう、仕方ない。はっ、すごいこと喋りよった。すごいこと喋りよる。すごいこと喋りよるぞこいつ。うわー、いる。レベル1の可愛い膝めっちゃ出てるな。え、髪の毛の後ろってそんな、なんかメッシュ入ってたんだ。かわいいね。傘かわいいね。スカラマス引いたら一回やりたかったんだよな。あ、死んじゃうね。死んじゃうね。体が燃えてるだけで死んでしまうね。儚いね。かわいいな。かわいいな。どうしてやろうか。どうしてやろうか。かわいいな。どうしよう。スミの、報いか。かわいい、かわいい、罪の報いかって言ってる。かわいい、かわいい。なるほどね。ああ、クラゲみたいだよ、スカラマシュ。いいね、クラゲだね。名を名乗れって。好きに呼んでくれて構わないよ。ちょうど君のセンスも確かめられるしね。僕をがっかりさせないでくれよ。あ、よかった。でも、プレイアブルキャラクターになってさ、旅人、この間はすまなかったねとか言われたらどうしようと思ってたんだよね。この間は悪かったね、反省してるよとか言い出したらどうしようって思ってたんでしょ。あ、よかった。この前生きたままで。僕の手を取って、高いところに連れてってあげるだけだから、いいでしょ？絶景が見られるよ。うわぁ、急に出れるな。うわぁ、急に出れるな。うわぁ。ちゃわぁ。うわぁ、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 急に出れるな。やめろ。起きて、もう朝だよ。なんて、まさか僕がこんな感じに起こしてあげると思ってないよね。今の変なモーションのスカラマシを見ることで今精神の安寧を保とうとしています。べえ。ちょっと何それ。何、ちょ、見えないって。何した、今後ろで。べーってどこでやってんの？べー。びっくりした。どうしたらべーってしてくれるんですか？どうしたらべーってしてくれるんですか？べー。やめろって裏ですんの。下まつげ、あ、来た来た。あ、めっちゃいい顔してる、めっちゃいい顔してる。あ、めっちゃいい顔してる。べー。うわ、かわいい。いいな、みたいな時の顔めちゃくちゃ良くて。
めちゃくちゃ良かったな。本日もありがとうございました。おつなかでした。いや、ありがとうございました。いや、ありがとうございました、本当に。属性を見下ろさん。ありがとうございました。